畑智子は、日本の政治家、薬剤師、参議院議員を務めた。2009年6月に戸籍名を、畑智子から、畑智子に変更した。広島県福山市出身。広島県世良郡鉱山町立鬱土小学校、広島大学附属福山中学校、高等学校、明治薬科大学薬学部卒業。2000年2003年の総選挙に、 岡山5区から民主党公認で立候補するが落選。2007年の第21回参議院議員、通常選挙に参議院比例区から立候補するが落選した。2011年11月10日、参議院議長、西岡武雄の死去により参議院議員に繰り上げ当選。2012年、野田内閣の消費増税方針に反発し、7月2日に民主党に、 離島届を提出し、7月3日に受理された。同月11日、国民の生活が第一の決闘に参加した。HPV ワクチンの定期接種化に反対の立場を取り、2013年3月29日成立の改正予防接種法では、全国会議員中ただ一人反対した。2016年2月には、著書、HPV ワクチンは、 必要ありませんを表した。同年7月の第23回参議院議員、通常選挙に国民の生活が第一の流れを組む、生活の党より比例区に出馬するが、同党からは比例区の当選者が出ず落選。同選挙後、山本太郎の公設第一秘書に就任。2016年6月、山本太郎事務所を退職。 2017年10月の立憲民主党決闘以来、立憲民主党の活動を支え、2018年7月に立憲パートナーズ登録。2021年9月、立憲民主党の岡山国士部長に内定。同年10月の第49回衆議院議員総選挙に、同区から立候補したが、自民党の加藤勝信に、自転で敗れ。 比例復活もならなかった。ありがとうございます。